イラストリアス級空母の3番艦、フォーミダブルですわ。地中海での戦いで、あのベネトさんと一戦を交え、その後は数々の海で艦歴を積み、目立つ戦果こそないものの、微力を捧げましたわ。はじめまして指揮官。私はフォーミダブル。イラストリアス級の3番艦ですわ。お見知りおきくださいませ。指揮官、今日は時間を守っていますわね。あ、今のは部屋を掃除していただけでしたよ。どうぞお入りくださいませ。指揮官、お仕事がはかどらないのでしたら、少しお休みになってはいかが？お茶とお菓子を用意しておりますわよ。指揮官は見ていないですし、ちょっとだけサボ。うわぁ！ビクトリアス姉さん！ごきげんよう。指揮官に何かご用でしょうか？浸水の時は、まあそうでしたわね。ちょっとだけやらかしてて、もう過ぎたことですわよ。ティルピッツ、手強い相手だと言わざるを得ませんね。指揮官、こういう行動は人としてはどうかと思いますわ。指揮官、まとめた任務リストの確認を忘れないでくださいませ。指揮官、任務報酬のリストも確認を忘れないでくださいませ。指揮官、メールはこちらに置いてありますわ。確認を忘れないでくださいませ。指揮官、ご機嫌うるわしゅうですわ。恐縮ですが、指揮官が近くにいると頭痛になる病気にかかっております。どこか見えない場所に行ってくださいませ。指揮官、何かご用ですか？用がないのでしたら、一緒にお茶会でもいかがですか？イラストリアス姉さんとビクトリアス姉さんだけでなく、こんなにも数多くの艦船たちを取りまとめているなんて、指揮官はものすごく包容力のあるお方ですね。よければぜひ、お近づきの印として、このケーキを少しお分けしますわ。召し上がってくださいませ。私、本当はロイヤルレディのように振る舞うことより、もう少し楽に生きたいですことよ。普段はそれができなくても、イラストリアス姉さんたちのように、親しい相手の前でしたら、私ともうちょっと、お近づきになりませんこと？指揮官、ごきげんよう。今日も一緒にケーキを食べません？メイド隊の子からすごく甘いものを手に入れましたの。ん？私、指揮官の前では楽にしようって決めましたわ。こんな感じのフォーミダブルも可愛いかしら？指揮官、委託完了しましたよ。港にみんなを出迎えに行きませんこと？フォーミダブル、ご期待を裏切りませんわ。敵に情けをかけないのが、ロイヤルレディの作法ですわ。素晴らしい勝利ですわ。みんな、引き続き励みなさい。こんちく、尊敬すべき相手でしたよ。でも次は、勝たせてもらいますわ。幕引きよ。
クイーン、もうちょっと頑張りなさい。